本日皆様、こんにちは。ブラマニーのガクです。おつぶらです。チャンネル登録何とぞどうかよろしくお願いいたします。今日の話題は、今週急に飛び込んでまいりました新しいポップマートブライスさんについての話題、お送りさせていただきたいと思います。通勤通学のともに、ご家庭の家事の合間や、お仕事の休憩時間に耳だけで聞いていただけるラジオのような動画に仕上がっておりますので、何とぞどうかよろしくお願いいたします。 というわけで今日はですねポップマートブライス第3弾の話題をお送りさせていただきたいと思います今週ですねインスタグラムのいつもの予言をさんのところにですねポップマートブライス第3弾のお写真が上がっていたと角網さんの方からですねプラマニのリスナーの方から教えていただいて早速ですね見に行ってみたらですね モーリーとブライスの第3弾のセットがですね、今月の8月27日に中国のポップマートさんのネットショッピングの方や店頭の方で発売されるという情報を聞きつけましたので、そちらについてね、語らせていただきたいと思います。 皆さんね、もうこちらのお写真はご覧になられましたでしょうかポップマートさんとモーリーの2体セットですね。まあ、第1弾も2体セット、第2弾も2体セットだったんですけど、今回の第3弾はですね、またまたモーリーとの2体セットで、スライディングアクションフィギュアセットという名前が付いているんですけど、まあ、今回はスケートボードがね、 題材となっているようですね。第1弾はですね、2020年の9月ですね。もう約1年ぐらい前になるんですね。キャビンクルーセットということで、えー、ケニーワークスさんがデザインされているモーリーというキャラクターですね。ちょっとアヒルの口、唇を尖らせたグリーンですとかね、ブルー調の瞳を持つ可愛いキャラクターの女の子。 モーリーですね。そちらプラス、ハズブロさんがですね、ポップマートさんに半券を提供して、ハズブロさんとポップマートさんのコラボレーションのブライスということでね、日本で発売されている CWC さんやタカロトミーさんが発売していたネオブライスだったり、ミディブライスだったり、プチブライスとはまた一味違ったね、ポップマート製のブライスということで、 ちょうどですね、1年前ですね、2020年の9月に第1弾ですね、キャビンクルーセットが発売されたんですけど、まあその時はですね、CA さんですね、キャビンアテンダント、アテンダントさんですね、キャビンアテンダントさんのあのアウトフィットを着たブライスですね、赤いお帽子に赤いジャケットにブルーのスカートですね、あとそれに スーツケースと、こう、飛行機のね、おもちゃがついたブライスさんと、あとパイロットの格好をしたモーリーですね。白い、すごいかっこいいね、スーツを着たモーリーのセットが第1弾だったんですけどね。その後ですね、2020年の11月すぐにですね、第2弾が発売されまして、その時はですね、リトルペインターセットという名前で、オランダの画家ですね、フェルメールさん。 を題材にしたモーリーと、そちらのですね、フェルメールさんの有名な絵画ですね、真珠の耳飾りの少女をモチーフにしたモーリーがね、ついていたということで、まあ、ああの、画家の格好をした金髪のブライスさんですね、黒いベレー帽が可愛くてですね、赤いスモックに黒いこう、タイツを履いてですね、赤い靴を履いて、手にはですね、パレットと筆を持って、 ブライスさんとです、ね、まあ、その、真珠の耳飾りのですね、モデルになっている、あの、金髪の女の子をモーリーが演じていて、それにですね、イーゼルと絵画ですね、真珠の耳飾りの少女の絵画がついた、すごい可愛いセットだったんですけどね、2020年の9月に第1弾、2020年の11月に第2弾が発売されたんですけど、その後、全く落とさたがなかったんですね。まあ、 あの、2020年の11月というと、やっぱりさすがにね、あのコロナ真った中ということで、まあ、それも影響したのかなとは思うんですけど、まあその後発売がなかったので、まあもしかしたら、ポップマートさんのブライスとモーリーのセットはですね、そんなに売れなかったのかななんて勝手に想像していて、もしかしたらもうこの第2弾でね、発売中止だったのかななんて思っていた矢先に、急遽ですね、 今月8月ですね、2021年の8月にですね、新しいモーリーとブライスのセット、スライディングアクションフィギュアセットという名前なんですけど、まあ、今回の題材はスケートボードがせ、あの、題材になっているということで、今まで発売されたキャビンアテンダントさんとかパイロットをモチーフにしたものであったり、リトルペインターセットのね、画家とモデルさんですね、真珠の耳飾りの少女のドールとはちょっと一味違った感じの もうちょっと、こう、リアル路線っていうんですかね。こう、あまりこう、大きなモチーフがなく、漠然とした、こう、まあ、ローラースケートじゃなくて、スケートボードですね。スケートボードを題材にしたブライスさんということで、ちょっと思っていた路線と違うなと思っていたんですけど、まあ、今回のこの路線はこの路線で、スポーティーでモダンで、すごくあの、アクティブな感じでね。 すごく可愛いブライスさんとモーリーに仕上がってるんではないかと思うんですね。まあ、まずやはりブラマニということでね、皆さん、ポップマートさんでもモーリーよりはブライスに興味があると思うので、ブライスドールの方から見ていこうと思うんですけど、今回のブライスドールさんではですね、赤毛ですね。赤毛に2つのこう、髪がゆってあって、ちょっとこう、 お団子って言うんでしょうかね。三つ編みではなく、それぞれですね。あの、三、四箇所、ゴムで止まっている、ちょっとこう、三つ編みアレンジヘアみたいな感じって言うんですか、うん、あのー、お下げの、ちょっとアレンジされた、すごい赤毛の髪の長いブライスさんで、すごく可愛いなと思ったんですね。パッと見、ジュアナ・ゲンチアナさんに似てるかななんて思っていたんですけど、そのブライスさんですね。今回、瞳の色が赤とかパープル系の、 こうちょっと変わったお色でね。今までですね、第1弾はブロンドですね。第2弾がこう金髪っていうんでしょうかね。金色の髪色で。まあ第1弾の子は、こう、キャビンアテンダントさんだったんですけど、ちょっとこう、髪をゆってやってね。あの、お団子っぽい感じになっていて、第2弾はボブだったんですけど、第3弾はですね、こう、二つ分けにされた、 ちょっとこう、はこう変形三つ編みみたいな感じのね、ちょっと変わった髪型ですごく可愛いんではないかなと思いますね。で、あのー、ちょっと赤紫がかった瞳がすごく特徴的で、こう、今までの ポップマートブライスさんにはなかったね。瞳の感じですごくいいのではないかと思うんですけどね。そちらのブライスさんに黒いニット帽と、あの、黒い T シャツに黄色い長袖の T シャツを組み合わせていて、ボトムの部分は白とピンクのボーダー調のね、パンタロンを履いているということで。で、足はブーツですね。白いブーツにピンクの紐が通されていて、スケートボードを持ってる感じですね。 で、もう一体のモーリーの方ですね。またもう一体のモーリーの方は、今まで黄色の髪のモーリーが結構多かったんですけど、今回は茶色い髪のねブロー、ブラウンの髪のモーリーさんで、ブルーの瞳でね。で、今回このモーリーさんの方もまた変わった髪型で、二つ結びのこう、 ポニーテール帳って言うんですか二つ結びのポニーテールのような感じのあのー、髪ですごい可愛い感じのモーリーさんに白い T シャツにモーリーというロゴが入っていてピンクのですね、オーバーオールを着ているすごい可愛いモーリーさんですね。で、頭にはこう、ちょっとこう、なんていうんですかね、黒と白の格子模様っていうんですかなんかこう、ちょっと幾何学模様っぽいこう黒いチェックのような感じの バンダナ、ヘアーバンドを巻いていて、これまたあの白いブーツにそれぞれですね、スケートボードがついているということで。で、なおかつですね、モーリーさんとブライスについているスケートボードには、それぞれブライスにはブライスのロゴですね。あのブルーにピンクのブライスのロゴに、モーリーさんの方は黒にですね、ピンクのロゴが入っているスケートボードがそれぞれつくということで、まあ、 ね、あの、僕も、なんと言うんでしょうかね、もう、モーリー2体持ってるので、まあ3体目はどうしようかな、なんて思っていたんですけど、今ちょうどですね、タカラトミーさんとの契約が20さんで終わったということで、で、なんか、 噂によると11月に出る予定だったグッドスマイルカンパニーさんとのブライスが来年のね、初春にずれ込むということなので、じゃあしばらくブライス出ないんだったら、まあ、ポップマートブライスさんとモーリーのセットまた第3弾買ってみようかななんて思ってるのがブラマニガクのね、感想だったりするんですけど、まあ、あの、お値段的にですね、第1弾と第2弾もまあ、僕、まあ、第1弾は、 あのー、中国のですね、学網さんに送っていただいて、第2弾は、あの、クリスマスプレゼントにね、いただいたんですけど、まあ、正式な値段がいまいちこう、かんなかったんですね。で、今回、あの、第3弾、あのー、タオバオっていう中国のインターネットサイトですね。中国の通販で有名なのがタオバオと、アリーエクスプレスというサイトがね、中国の、あの、通販のサイトで有名なんですけど、アーリーエクス,スプレスは結構簡単に日本から だったり僕の住んでいるフランスからでも簡単に買えるんですけど、やっぱりポップマートブライスさんはタオバオでしか売っていないので、結構ですね、タオバオから何か買うとすると結構大変なんですね。僕もあの、第1弾の時と第2弾の時トライしたんですけど、やっぱり海外からは注文できないようになっておりまして、タオバオさんがですね。アリエクスプレスさんは簡単に買えるんですけどね、まあ、タオバオさんは、 海外には送るのがちょっと難しいようで、なおかつ、あの、ポップマートブライスさんはですね、多分、ハズブロさんとの契約で、中国国内でしか販売できないようなので、海外に発送しないようなのでね、もしあの、ポップマートブライスさん欲しい場合は、まずですね、タオバオさんから代理購入してくれるですね、中国のお店ですね。 あの、転送会社であったり、もしくは日本のですね、代理購入ですね、中国の商品を代理購入してくれるサイトが結構ありますので、そちらに申し込んで買う方法ですね。なので、その2種類と、あと日本の、例えばあのー、 方が一括してね、あの代理購入して、まあその分ですね、ちょっとこう、手、お定価に手数料を上乗せされて、ちょっと割高なんですけど、まああの手間がかからない感じでね、日本に住んでる方が代理購入してくださるパターンがあったり、あとヤフオクだったりメルカリさんでね、個人の人が、あとイーベイですね、海外であれば、イーベイなんかでもう売ってましたね。イーベイですとかなりお高くて、3万ぐらいで送料込みでね、出ていたりするんですけどね。まあ実 実際は、確かね、999... 中国円、レミンビーって言うんですけど、あのー、中国の円だと思うので、約ですね、1万5千円前後なんですね。それプラス送料なのでね、まああのー、2万円弱でだいたい送料を入れてもね、買えるものなんですけど、まああのー、ebay とかね、海外のサイトではちょっとそれになおかつ、プレネで1万ぐらい高くなって売ってたりするので、まあそれぞれですね、もし興味のある方がいらっしゃいましたら、タオバオ さんに、ね、売っているので、まあ、中国語できる方であったり、中国にご家族とか友達が住んでいる方は、直接ね、代理購入していただいたり、もしね、そういった面倒くさいことが苦手なような方であれば、やっぱり日本の 中国のサイトからね、代理購入してくれるいろいろな、あの、会社ありますのでね、そちらを見つけて購入してみるのもいいのではないかと思いますね。まあ、一応あの、28日、27日日ですね、今月の27日に発売されるんですけども、すでにあの、予約の方が始まっておりまして、確かですね、えっ、ー、と、190チャイニーズ 円ですかぐらいを、まあ、あの予約金で払ってその後全額を振り込むね形でもう予約受け付けてたりしますのでねまあまあどうなんでしょうねどのぐらい作ってるのかわからないんですけど、まあ、比較的結構普通にね あのまだネットで買えたりしますのでね、まあプレネだったりするんですけどね。なのでまあ第1弾持ってる方、第2弾持ってる方ね、やっぱり第3弾欲しくなりますでしょうし、第1弾、第2弾買い逃した方ね、もしかしたら第3弾は欲しくなってしまう方も多いと思うのでね、ぜひ今月の終わりに発売する予定なので、もし興味のある方がいらっしゃいましたらネットね、探してみるともう ebay なんかには出てますのでね、あのまあ僕も早めにね、申し込んで、 あの、僕もですね、ネットで調べたら、あの、中国で買って、フランスに送ってくださるということなのでね、ちょっと試してみようかなと思ってますね。まあ、あのめ、いろいろね、手続きがね、めんどくさかったりするので、だったらちょっとプレネでもいいから、eBay で買っちゃおうかなと思ったんですけど、かなり eBay お値段が高かったのでね、<laughs> 思った以上に1万円から1万5千円ぐらい高かったので、まあ、だったらちょっと、 かかかかるるもししれなないいでですけどおおお安くお迎えできる中国の、ね、転送会社さんにお願いしようかなと思ってます、ねまあ本当にね、普通に今の時期、タカラトミーさんのね、ブライスが23以降も普通続々と発売されていたら、まあ第3弾のポップマートブライスはスルーしようかなと思っていたんですけど、ちょうど発売しないこのタイミングにね、ポップマートさん出たのでちょっとお迎えしてみようかなと思ってますね。まあ去年の流れから見るとですね、 もしかしたら8月に1体出て、またね、数ヶ月後にもう1体ぐらい出るのかななんてちょっと思ってたりもするので。 まあ、こう見ると、ね、年に2体か1体ぐらい出るのであれば、結構売れているのかな、なんて想像したり。で、ポップマートさんね、やっぱり中国では人気ありますし、フランスでも結構人気ありますしね、世界的な企業になりつつありますのでね、まあ、それに便乗してブライス人気もね、広がったらいいなと思うので、ぜひともね、中国国内だけじゃなく、世界各国でね、ブライスとモーリーのセットを販売してくださったらいいなと思うんですけどね。 あとですね、やっぱり学かみさんからよく聞く話としては、なんでポップマウトブライスは、モーリーとブライスのね、フィギュアが2体セットなんだろうな、できればブライスだけでいいんだけどな、そうすれば値段が安くなるのにな、っていう話をね、前々から第1弾、第2弾の頃から聞いていたのでね、ポップマウトブライスさんもブライスだけだったら、 ねえ、モーリーは興味ないけどブライスだからまあ買ってみようかなっていう日本のブライスファンの方も結構増えるんではないかと思うのでね。できればね、もしよろしければね、これからもポップマートブライスが続くのであれば、モーリーとのセット販売ではなく、ブライス人形単品のね、ハズブロとポップマートさんのブライス単品でまあ半額ぐらいだったら1万弱でね、7、8000円ぐらいで買えるんではないかと思うのでね。 できればね、ポップマートさんにブライスだけのドール単品でね、作っていただけたらなと思うんですけどね。まあ僕もぶっちゃけね、あのー、少しでも安くなるんであれば、モーリー別にそこまでね、興味のあるドールではないので、可愛いなとは思うんですけどね。で、2体セットだからこそできるこう、シチュエーションみたいな感じもね、今まで第1弾、第2弾ではあったんですけど、第3弾、今回のスライディングアクションフィギュアセット、そんなにこう、モーリーとね、ブライスが2体セット セットののの意味っっていうのが感じられなかったので、まあ、パイロットと、ね、CA さん画家とモデルさんみたいな感じで、ね、第1弾第2弾は必然的に2体の組み合わせだったんですけど第3弾は別にねモーリー1体ブライス1体でも成り立つようなこう題材なのでね、まあ、その辺ちょっと残念だなと思いつつできればブライス1体で発売してくださったらいいなとこう期待しているんですけどねいかがでしょうかね。 皆様はね、今回のポップマートブライス第3弾購入しようかどうか,か、どう思っていらっしゃいますでしょうか、もしよろしければこちらのブラ耳のえコメント欄の方にですね、私は第3弾のスライディングアクションフィギュアセットですね、お迎えしようと思ってますとか、まあ、私はあまりポップマートブライス興味ないですとかね、そういった感想をお書きいただけたら、僕の動画のね、 あの参考になりますのでよろしければコメント欄にいろいろどしどしと「ポップマートブライス」第3弾の感想をお書きいただけたら助かりますそれでは今回も長々とご視聴いただきおつぶらでしたもしよろしければチャンネル登録の方何とぞどうかよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画や開封レビューでお会いいたしましょうブラマニのかげでしたおつぶらでした